笠木寺は京都府相良郡笠木町にある新言州地山派の仏教寺院。三号は四カサギ山。本尊は弥勒仏。回帰は大友巫子または天武天皇と伝える。歴史的になんとの東大寺や幸福寺などと関係が、深く上京などの著名な層が当時に重視したことで知られ、日本仏教史上重要な寺院である。また、境内は、 鎌倉時代末期、現行の乱の舞台となったことで知られる。本尊の弥勒熊街フッツ笠木寺は、京都府の南東部、奈良県境に位置する笠木町にあり、東西に流れる木津川の南岸、標高289メートルの笠木山を境内とする。笠木は、奈良方面からの月ヶ瀬街道と、京都方面から伊賀へ向かう伊賀街道の交わる地であり、地理的にも、歴史的にも、 なんととの関わりが深い。また、平城系の宮殿や寺院などの建築用材は、木津川の上流から船で運ばれたとされており、笠木は水陸交通の用地であった。笠木寺は、魔害物の巨大な、弥勒物を本尊とする寺で、平安時代以降、弥勒信仰の聖地として栄えた。笠木山は、標高は300メートルに満たないが、山中の至るところに、 河口岩の巨岩が露出し、古くから山岳信仰、巨石信仰の霊地であったと推定されている。日本では太古から山岳、滝、巨岩、巨寺などの自然物が崇拝の対象とされ、巨岩は岩倉などと呼ばれて神のよりしろ、すなわち目に見えない神の宿る場所とされていた。笠木さんは、こうした巨石信仰、山岳信仰が仏教思想と結びつき、 山中の巨岩に仏像が刻まれ、次第に仏教寺院としての形を整えていったものと推定されている。笠木寺の創建については、諸説あって定かでない。笠木寺演技には、白鵬十一年、大甘王子の創建とある。一方、今尺物語終末期十一には、笠木の地名の起源と笠木寺の魅力魔外物の由来について、次のように伝えている。 天智天皇の子である、大友美子は、ある日、馬に乗って、鹿狩りをしていた時、笠木山中の断崖絶壁で立ち往生してしまった。鹿は断崖を越えて逃げ去り、自らの乗る馬は、断崖の淵で、動きが取れない。そこで山の神に祈り、もし自分を助けてくれれば、この岩に、魅力物の像を刻みましょうと請願したところ、無事に助かった。大友美子は次に来る時の目印として、 自分の傘をその場に置いていった。これが、笠木の地名の起こりであるという。その後、巫女が再び、笠木山を訪れ、西岸通りがけに、魅力の像を刻もうとしたところ、あまりの絶壁で思うに任せない。しかし、そこへ天神が現れ、魅力像を刻んだという。これが、笠木寺の魅力魔外物の由来であるという。以上の話は無論伝承に過ぎないが、笠木寺の始まりが、 ミロクマガフッツ増流であったことを示唆している。東大寺洋六岩行元年上に、笠木寺八甲四甲とあるのが、笠木寺の文献上の初見であるが、実際の創建は、奈良時代に遡るものと思われる。また笠木寺には、東大寺の解散で、初代別当であった、両弁や、その弟子で、お水取りの創始者とされる実中に関わる伝承も、残っている。伝承によれば、 両弁は、笠木山の戦術靴にこもって、手法を行い、その苦毒によって、木津川の周運の妨げとなっていた、川床の岩を掘削することができたという。一方、両弁の弟子、実中に関わる伝承は次のようなものである。笠木山には、流血という奥深い洞窟があり、その奥は、弥勒菩薩の住む塗卒店へつながっていると言われていた。実中は、ある日流血で修行中、 思い立って、流血の奥へと歩いていくと、やがて塗卒剣に至った。塗卒剣の内院49院を巡った実中が、そこで行われていた行法を、人間界に伝えたのが、東大寺のお水取りであるという、五醍醐天皇の安在書医師笠木万太らずに描かれた、笠木寺平安時代後期には、末法思想の広がりとともに、未来物である魅力への信仰も高まり、後続 貴族をはじめ当時の魅力物へ参詣する者が多かった。永遠元年、遠友院の行行、観光4年、藤原道長の参詣などが記録に残っている。鎌倉時代初期の研究4年には、日本仏教における戒律の復興者として知られる、幸福寺出身の僧、情景が笠木寺に従している。情景は藤原道のの孫にあたり、 鎌倉時代に台頭した新仏教に対する旧仏教側の代表的な層である。学僧として名が高かったが、なんとの仏教の大敗を嘆き、笠木に陰性した。以後、上限2年、観音寺に移るまでの十数年間を笠木で過ごしている。この時期に寺は最盛期を迎え、伽藍が整備された。研究5年には半若台が建立される。これは、 大般若行を安置する六角形の道であった。研究7年には長元によって盆章や草繁大、般若行が侵入され、研究9年には木造の十三重塔が建立された。研究元年には源の頼朝が雷道の最高妃として砂金を寄進している。管喜二年には東大寺の学僧、修正が入寺した。元,元年月。 鎌倉幕府打倒を企てていた、五代醐天皇は五所を脱出して、笠木山に籠もり、拒兵した。笠木んは、同年9月に落城、五代醐は逃亡するが捕らえられ、おっ国へ、流罪になった。この戦乱時の陛下で笠木寺は炎上し、弥勒間外仏も火を浴びて、石の表面が白離してしまった。笠木山には、弥勒間外仏の他に、薬師石、文殊石、国造石、 呂海万太郎石などがあり、かつてはそれぞれに、戦国の仏像や万太郎図が刻まれていたが、陛下でほとんどが失われ、わずかに国像菩薩像の刻まれた石の実が、当初の姿を留めている。弥勒熊外仏は高さ約16メートル、幅約15メートルの岩に刻まれたが、現状では、後輩のくぼみが確認できる程度で像の姿は、全く失われており、王子の像用は、 格前賞初集の図像や、山と文化館渉像の、笠木ンダら図から忍ぶほかない。笠木ンダら図には、魅力魔が仏と、木造十三重塔が描かれており、最盛期の境内の様子がこの絵から想像される。なお、奈良県宇田市の王の寺に現存する、魅力魔が仏は、笠木寺の魔が仏を模したものとされている。寺は、略王二年に再興されるが、文が四年再び消失。 英徳元年には本堂が再興されるが、大英五年に消失するなど、再興と消失を繰り返すが、以後、最盛期の規模が復活することはなかった。元那五年、笠木は伊勢国津藩の所領となった。藩、首都道光寺は、慶安年間に笠木寺本堂を再興した。しかし、近世末には衰退して、明治時代初期には、無重となってしまった。現在の寺は、 明治9年に再興されたものである。正月堂三本をくぐると、本坊、美写門堂、収蔵庫、首老などが立ち、その奥に一周約800メートルの修行場がある。修行場には、体内くぐり、ありの戸あたり、ゆるぎ石などと名付けられた岩が点在しており、途中に、弥勒魔外仏、正月堂、石像十三十等、国像菩薩魔外仏、 五醍醐天皇安在所跡などがある。また、歴史的なものではないが、笠谷追悼碑もある。これは、1990年代に笠木寺に住みつき、案内をする名物猫として有名になった野良猫、笠谷の追悼碑である。2016年5月23日、御二山山頂の春ス大社拙者元宮神社の社殿が、当時陳述の椿元守る王宮の隣に築され、 春日明神社として再興されることとなった。鎌倉時代に情景により勘定された春日明神社であるが、現行の乱で、消失の後今日まで再興されておらず、685年ぶりの再興となる。石像十三重塔国像菩薩摩外仏巨石に、後輩がうがたれ国像菩薩像が宣告されている。当時は、標高八十九メートルの笠木山頂にあるため、参拝は、 ハイキングコースによると他山麓から大和付近まで伸びる車道を利用する。車道は境隘で所々に対比ポイントがあるものの、利合困難な道路となっており、通行には注意が必要である。ありがとうございます。